どこでそんな感じで覚えたんですか？まあ、ビッグカメラとかでちょっと。ああ、なるほど。でも、あられちゃんとってこうやって自由に弾けるっていうのはどうですか？もう。ああ、そうそう。まあ、遅れるともらった、まあ、練習する時間があるんですけど。ここでは結構演奏されるんですか？まあ、たまに。あ、たまに。はい。いいですよね。はい。まだ行きます？いいですか？あ、久々のいうことでありがとうございます。もう弾きながらでいいんで。どれぐらい練習されたんですか？あ、まだちょっと最近あんまり弾いてないな。高校生の時とか。31歳ぐらいからちょっと。ああ、なるほど、はいはいはい。なんであのピアノ弾こうと思ったんですか？まあそうですね。24歳ぐらいの時、幻想即興曲弾きましたね。そこから。で、まあショパンいいなと思って。ショパン。はい。31歳でちょっと始めて。興味を持ち始めたと。はい。お家にもピアノあるんですか？10万ぐらいのあるんで。おお、それもAmazon。アマゾンそこはアマゾン上新とかだったかな。ああ、上新さんで。また違う通販で。通販で買われたんですか。はい。いいやつがあるんですね。でも安物だからあまりビッグカメラの方がいいの。ああ、品定めということで。はい、でも、まあ、好きな時に弾けるじゃないですか。この岡山駅からイオンモールに行く手前、道中にあるこの、ストリートピアノです。利用時間がね、朝の7時頃から、22時頃までやってると、どなたでもね自由に弾けるということです。15分を目安ということです。ありがとうございました。
このチャンネルがいいと思ってます。ちょっとボタン。悪いと思ってます。ちょっとボタン。